ムスワティ三世はエスワティニの第8代国王。本名はマコセティブドラミニ。宝刀三枚の暮らしぶりや政策に対して国内外から批判を受けている。1968年4月19日、イギリスから独立する4ヶ月前にマンジニのラレーフィトキン記念病院で生まれる。王立学校卒業後は主幹候補生としてスワジランド軍に入隊する。 1982年12月22日に、不王、ソブーザ2世が崩御すると、ムスワティは王室諮問評議会によって国王に衰退され、1983年9月に王大使となる。ムスワティは国王としての教養を身につけるため、イギリスに留学し、その間は父の日、ゼリーウェト、ヌトンビが摂政として国務を代行した。ムスワティ3世。 同期とバラク・オバマ夫妻1986年に帰国し4月25日に18歳で即位する。ブータンのジグミ・ケサルナ・ムゲル・ワンチュクが即位するまで世界最年少の国王であり、今後民主共和国のジョゼフ・カビラが大統領に就任するまで世界最年少の国家元首だった。また、日本の内閣総理大臣、中曽根康弘への国王即位式典招退場の アテナが日本国王、中曽根とされていたためは大となった。アフリカ最後の絶対君主として君臨し、父が解散させた議会を復活させるが、立法権は付与されておらず、国王の諮問機関としての役割しか与えられていない。行政権は首相の管轄だが、首相はドラミニ家の人間が就任することが常態化しており、最高裁判所長官も国王によって任命される。 また、政党を解散する権限を持ち、議会の決定を拒否することも認められているなど、強大な権限を有している。民族衣装姿のムスワティ三世2004年には、言論、集会の自由を認める新憲法を制定しているが、国王先生に反対する野党勢力を取り締まるなど、相反する政策を行っており、人民統一民主運動は、国王の権力を強化し、 体制を永続化することが目的と批判している。また、新憲法制定後も反対者の不当逮捕や、ジャーナリスト、労働組合指導者、LGBT への弾圧を行っており、批判を受けている。2000年頃には、議会で HIV 患者は滅菌する必要があると発言したと言われている。国民の1、3が貧困層であるという事実を軽視し、 王室費だけではなく国家予算にまで手をつけて自家用のセスナキや大村製のマイバッハを購入したり2004年には11人の妻のためにいくつもの宮殿を建設したりするなどその散財癖が各国の非難を呼んでいる宮殿建設のために国家予算を使用したことについては首相の天馬ドラミにも無謀と脅威と批判している2001年9月9日には HIV、エイズの蔓延を予防するため、2008年8月までの5年間性行為を禁止した。しかし、禁止から2ヶ月後に13番目の王妃を選び性行為に及んだことが発覚し、罰金として、牛一頭を支払った。また、諸女の身が参加を許される、リードダンスという国王のためのダンス儀式も行われ、毎年恒例となっている。 2008年のリードダンスには7万人の少女が参加した。アムネスティ・インターナショナルによると、ムスワティは2002年10月に18歳の少女、ゼナ・マラングを王妃にするために誘拐したとされる。ゼナの母親は、彼女が二人組の男性に誘拐されたとして警察に訴えたが、その後、ゼナがムスワティの宮殿に王妃候補として迎えられたと聞かされる。 母親はゼナを取り戻すため裁判を起こすが、法務大臣、フェシェやムボンゲネドラミニの介入により敗訴している。ゼナは、その後二人の子供を産み、2010年に正式に、ムスワティの王妃となった。2019年10月21日に、迎品館赤坂離宮で、日本の内閣総理大臣、安倍晋三と会談を行い、翌22日には、 天皇徳人の即位礼正殿の儀に参列した。ムスワティニは15人の妻と25人の子供がいる。そのうち最初の妻2人は議会によって選び出された。エスワティニの王位は、仙台国王の王妃と王室諮問評議会の助言によって選ばれる。ありがとうございます。